負傷のため日本代表不参加を余儀なくされ、ウエスカの FW、岡崎慎司は、リーガエスパニョー再開初戦も欠場することになるかもしれな。地元紙、エラルドが見通しを伝えている。今し、ズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも、単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、オランダで開け、される。国際親善試合に向けて約1年4ヶ月ぶり、日本代表招集を受けた、岡崎だが、メンバー初、直後に行われた今月3日のエルチェ戦で負傷。第、日本代表は、不参加となることが決定され、エスカからも左太ももの負傷で2から3週間の、離脱と、見通しが発表された。クラブ公式 SNS ではその、チーム練習復帰に向けて、リハビリを行う岡の姿も投稿されている。だが18日に行われるリガ次節のバジャドリード戦に出場できるか、ウカは微妙な状況のようだ。バジャドリードに向けて、ウエスカは岡崎の出場を完全にブとみなしているわけではない。今後数日の今日を期待していると地元紙は伝えた。だが、出場簡単ではないという兆候もある。岡崎は、他の勝者と比べてより難しいという見通しも示せている。スペイン紙、マルカでは、バジャドリー、戦に向けたウエスカの予想先発メンバーか、岡崎を外している。今季開幕から、ここまでゴミ、すべてに先発起用されてきた、岡崎だが、初の決となるのだろうか。両。